去年からトレーニングの拠点をアメリカに移して、そのメンタルの部分とかフィジカルの部分が結構リセットされて、今すごくいい形でまたなんか自分の第二のステージに来てるんじゃないかと。来年のまず世界選手権でしっかりともう一度世界の表彰台に上って、こう2020年地元の東京オリンピックでやっぱり優勝を目指して、その夢を諦めずにやりたいと思います。 You are very good at cooking. What is your favorite thing to cook for? Like almost Japanese food. What kind? No sushi.